新垣駅まで上りで約500メートル、3分ほどの行程でございます。私どものこのロープウェイは昭和32年10ヶ月余りの月日をもって出来上がりました。日本の国立公園最初のロープウェイでございます。このロープウェイは安全構想式と申しまして、直径50ミリの施策によって支えられ、25ミリの鋭柵に引かれて上下しております。まもなくこのコースの中で最も深い谷間の上空に差し掛かりますが、どうぞご安心いただき、眼下に広がる美しい景色をご覧くださいませ。皆様、進行方向に向かって右手をご覧くださいませ。前方に見えておりますのが雲仙五岳の最高峰、標高1360メートルの普賢岳でございます。ご存知のように、普賢岳は平成2年の秋におよそ200年の眠りから覚め、噴火活動を開始、溶岩ドームを生みました。私どもはこれを平成新山と名付け、その生誕に敬意を表しております。さて、お天気の良い日ですと、白塗りの海、有明海を隔て阿蘇九重国立公園の阿蘇山や九州の山々、またキリシタン市に高い天草諸島の島々など、素晴らしい景観が開けてまいります。では左手の方をご覧くださいませ。手前に雲仙ゴルフ場がございます。その向こう、とんがり帽子に似た山は雲仙八峰の一つ、標高940メートルの矢岳でございます。その裾野のあたり、赤い屋根などがご覧いただけるかと存じますが、あれが雲仙湯の町でございます。皆様、まもなく標高1334メートル妙見岳駅に到着いたします。ここには3箇所の展望所がございます。どうぞごゆっくり雲仙からの眺めをご鑑賞くださいませ。降りの際は足元に十分お気をつけください。妙見岳駅到着でございます。はい、到着しました。はい、降りの際は足元こっちに行きます。はい、お疲れ様でした。上の方にどうぞ。どうも。はい、お疲れ様でした。風がないと耐えられる、本当だ。ちょうどこの階段上がってきたと思ったら白奥、お、高え。ちょうどこの辺が境目なんだね、無表が始めてる。こういう霧が本当、木に水分としてくっついてそれが凍るんでしょ。若干ガスってますけど、まあなんとか、若干神々しくも見えるよね。
雲の切れ間から眼下の街並みが見えるっていう。寒いです。マイナス 2,3 度ぐらい。九州なんだけど、さすがに山の上は寒いですね。あれ、なんかあそこにも、展望台みたいに見えるね。まあ、あそこまで行くつもりはねえけど。てっぺん見たかったですね。まあ、まあ、しょうがない。大野子場小学校とかいうの見てみようかな。足気をつけてね。うん、大野木場でいいのかな。大野子場小学校なのかわかんないけども、前来た時に実は近く通ってんだけど、うん、火砕流で巻き込まれた小学校がそのまんま、要は東日本大震災の時の大川小学校みたいなもんよ。うん、遺構として残ってるっていう。あの二人は上まで行くのかな。多分今登り始めてると思う。さあ、まいらない。おしっこしたくなるから。そうだね。もともと本当に寒い冬だと、もっと下の方まで行くんだろうけど。1月から3月はもう。だからほら、今年はそんな寒くないじゃん。だって北上だって雪溶けちゃってるとかっていうぐらいなんだから。あ、よく見たらほら、ついてる。止まってる1台がそうかな、黒多いの、うちのかな。寒い。何台か止まってて登ってるのかな。歩きで登ってくるルートがあるのかどうか。まあなんか登山道みたいなのあったからね。登山好きな人とかってさ、冬山登山とかってこういうところでキャンプとかするわけでしょ。うん、よくやるよね。すごいね。まあほら、それなりのね、あったかい装備とかするんだろうけど、やりたいとは思わねえな。すごいついてる。こっち側だけ。え、違う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 。柵。
でもあそこすごいじゃん。これ上から覗くとすげえいっぱいついてた。毛が生えてるみたい。すげえついてた。こういうの見るとあれだよね。久々に本当蔵王の樹氷を見に行きたくなる。あれあの時は耳当て装備していったんだよね。さすがに。耳当てだとネックウォーマーみたいの。ああそうだね、うん、もうあれないとダメだ。さすがに蔵王はもうアイスモンスターのね、あのなんだっけ、ナイトクルーザー号か、うん、あ面白かったよね、うん、よかったあれ。ああ、あの人も登っていくんだ。登る人はすごいだ。うん。変人だと僕は思う。いや本当にね、あの暑くもなく寒くもなくっていう時期だったらいいんだけど、いやそれでも嫌だけど。修行じゃんだってもう。完全に。この雪みたいなとほんと散ってるね。これを雪と呼ぶのか何と呼べばいいのかわかんないけど。帰りの便ってあと何分後に出るんだろう。わかんない。時間書いてなかったのか。うん。じゃあ人が来ると動かすのかな。3分だからな、何せ片道、うん、いやこっち側が特になんか、うん、もうずっと立ってると俺にも無表がつくのかな。その頃には死んでると思うけど。はい、ということでね、雲仙ロープウェイの妙見岳駅、妙見駅の方まで、ロープウェイで上がってきてみました。はい、霧氷がね、うん、なかなか綺麗だけど、その分寒いです。多分今頃耳真っ赤です、僕。はい、以上です。スタンプねえのかな。